どうも、庄司です。さあ、今回はですね、長渕剛さんっぽくなったら即終了、懲りずにやらせていただきます。もうどうしてもね、長渕剛さんっぽく、やっぱりね、こう、どんな歌を歌っててもね、あれ？ちょっと長渕さんっぽく歌ってないみたいな風に言われるんですよ。で、それがね、ちょっとね、長渕さんの曲を歌ってる時はいいんですけどね、他の曲はね、やっぱ普通に歌いたい。その練習をしてるんですけどね、どうしてもね、やっぱり長渕さんがね、出てきちゃうんですよ。さあ、今回で4回目ですね。やっぱりね、こう、アーティストはもうダメでしょ。うん。子供が歌うような歌を歌えば、長渕さんはこう出てこないと思うんですね。うん。だから僕考えました。童謡。うん。童謡でも、ちょっとだけこう、アーティストさんがカバーしてるような曲、これの方がいいでしょう。ね？で、見つけたんですよ。大きな古時計。これいいんじゃないですか？ねえ、ね、大きなのっぽの古時計、じいさんの時計、いい100年いつも動いていた。ちょっとね、歌唱力が多少ね落ちますけども、今回はね、長渕さんっぽくなければいいですから、いける。ちょっとね、今回はちょっと立ってやらせてくださいね。長渕剛さんっぽくなったら即終了。大きな古時計。最後のフィニッシュで出ちゃいましたね。歌はいけたと思ったんだけどな。最後のフィニッシュで。出ちゃったな。かっこいいんだよな、あれ。長渕さんのこれかっこいいから出ちゃったな。いけると思ったんだけどな。チャンネル登録お願いします。